は岩屋一門寺へやってきました。岩屋渡船さん4月から営業を再開しております。今日はちょっと北風がありますね。ただお天気は暖かく大変、気持ちのいいお天気になっています。週末は岩屋渡船へ遊びに来てくださいね。最近の釣果どうですか？まだまだ早い。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 ゴールデンウィーク連休前まで多分高と思う。うん、去年はアジが釣れてたんですね。去年4月の20日ぐらい釣れ出したから。4月20日ぐらい。びっくりな。はい。まあ毎年ある。だいたいそれ自分やね。そうですよね。それから1月。1月ぐらい釣れたということで。そうやね。はい、アジ、サバとかも釣れます。あの釣れる時やったらアジ釣れる時と一緒に回って。ああ、一緒に回ってきますか。今まだ膨らえて、はい、までの風がもう一発に圧吹いたら動いてくると思うけどな。膨らの方でアジが釣れてるんでね、それが、はい、回ってくることを期待しましょう。岩戸先生、ジョンさんでした。ありがとうございます。